だいたい上の方からこう葉っぱが出てくるんですけど、出てきた葉っぱに関しては2月の頭ぐらいまでも放っておいて大丈夫です。花が咲いてしまう、つぼみがついてしまうという場合だけそのつぼみを取って、そのまま置いておいてくださいというふうに、よくご案内をしています。そしてこのね、もうすごく短く切ってあるというふうにお感じになるかと思うんですけども、我々2月の中旬までに20センチ以下にもう一度このぐらいの高さで切ってしまいます。で、大体このぐらいの高さに切ってしまうと、その辺の上のね、生えてる葉っぱなんかも切除して、処分という風になるので、ごく稀に下の方からね、ちょっと出たものが残ると思うんですけど、そういう風なものを2月の中旬のタイミングで、手で取ったりとか、ハサミで切ってしまって、全部葉っぱがない状態にしてしまえば、OK ですので、そのようにしていただければというふうに思います。どうしてもこの状態で葉っぱを、張る、浮かせると、この上の方から出てしまって下葉がない状態になって、まあ見栄えが良くないっていうのも一つの理由ですね。あともう一つは、このまま植えち、咲かせてしまうと、上の方から先ほど芽が出やすいっていう風に言ったんですけど、この下の方からね、出てくる皆さん喜ぶベーサルシュートっていうのが出にくくなってしまいます。ですのでなるべくもう怖がらずに、ご購入した株に関してはつるバラでもですよ、20センチぐらいに切ってしまうっていうのがポイントです。20センチってだいたい剪定バサミ1丁分の長さぐらいが20センチですので、だいたいそのぐらいをね目安にしていただくといいかと思います。どうしてもね、この太い枝ね、残したくなりますよね。そうですね。どうしてもね、この太い枝を短く切るっていうのができなくって、太い枝を長く残して細い枝を短くしたりしてしまうんですけど、そうするとこの太い枝のところばかりこう枝が伸びてしまったりとか、芽がよき勢いよく吹いてしまって、周りの細い枝が吹かなかったりとか、花が咲かなかったりとかっていうことがあるので、細い枝ね、このぐらいの枝を残すときはこの枝よりも長く、太い枝は短くしておくと、次のね、春の開花の時に非常にバランスがいいですし、シーズン通して、長く、バランスよく、株が開花してくるっていうことにつながりますので、ご参考になさってください。